今日のすすめガンバ2011のコーナーはですね、ガンバ大阪明神選手、二川選手、梶選手、武井選手のインタビューを皆さんにお届けしていきたいと思います。皆さんにはですね、今シーズンの最終戦清水戦の直前にですね、インタビューをしてきました。で、皆さんに主にですね、今シーズンを振り返って、ね、伺っています。ただもうね、その決戦を前しただけにね、どんな思いをこもっているのか、それを想像しながら皆さんにお聞きいただければと思いますよ。さて皆さん、報道各社にですね、リリースが来たんですけれども、吹田市議会スタジアム関連議案の議決に伴う、吹田市スタジアム建設募金団体の共同記者会見が、明日行われるという、ね、お知らせが入ってまいりました。吹田市議会12月定例会でサッカースタジアムの寄付の受納についての議決が行われます。で、吹田市とスタジアム建設募金団体で共同記者会見を開催することになりましたということで、明日記者会見が行われます。井上吹田市長、そしてガンバ大阪のね、金森社長が出席されるということなんですが、金森社長はスタジアム建設募金団体代表理事も務めていらっしゃいます。で、この会見はですね、FM 選手もまた取材をして、また後日皆さんにお伝えしていきたいと思いますのでね、よろしくお願いします。さあ、それではですね、皆さんからもいろいろメールをいただいているんですけど、まずはですね、選手の皆さんのインタビューをお届けしてまいりましょう。昨シーズン本当にね、もう声を枯らしながら、そして自分のプレーを持ってチームの皆さんを引っ張ってくれた明神選手のインタビューをお聞きください。吉田さんの今シーズン の、 あの取り組みについてはどのようにご自分自身を思ってらっしゃいますでしょうか。取り組み、そうですね、もう自分自身の取り組みとか、そういうのでの後悔はないですけど、ただ成績に関して、まあ、タイトルを3つ落としてるって、まあ、今の状況で、まあ、悔しいですね。その中でもチームメイトの頑張りとかはどうでしたでしょうか。いや、みんな 100% 努力して、やってきてると思います。ガンバの方はこれからも選手をずっと、ね、応援続けと思ってるんですが、ファンの皆さんにメッセージをお願いします。そうですね、これからももっともっと上手くなって、やりますので、ガンバよろしくお願いします。明神選手、本当にですね、責任感が強くて、ね、タイトルを落としてしまったことに責任を感じると話してらっしゃいました。まあ、本当に私たちの、ね、こうファンの声援で、この明神選手の頑張りをですね、なんとかこれからも支えていきたいですよね。まあ、2008年シーズンですとかね、明神選手によくインタビューしたときはですね、日本一になって、ね、日本一の富士山に登るのが夢やと、ね、J リーグ制覇した暁には富士山も登るって言ってはったんですけど、まあ、なかなかこうね、オフもそんなないですし、ね、オフがあるときは冬ですし、ね、なかなかチャンスがないとおっしゃったんですけども、その夢をぜひ果たしていただきたいですよね。さあ、続いては二川選手のインタビューをお聞きください。二川選手、今シーズンの取り組みについて振り返っていただけますでしょうか。まあ、結果としてなかなかゴールとかアシストっていうのはなかなか数字が伸びなかったんで、まあ、優勝かかった試合なんで、そこでいい結果を出したいなとは思いますけど、自分自身は。これからもね、高選手のプレーを続けるファンの皆さんには、今後ね、まだよりね、ここまでも成熟されてあるんですけども、まだより一層というところがあると思うんですけど、どんなところを自分自身では取り組んでいきたいと思われますか。本当、全ゴールやアシストっていう数字を、まあ、ここ何年かちょっと落ちてきてるんで、また上げるよう増やしていきたいなと思うんですけど。私、ブラジル人の皆さんにとっては二川選手のプレーはもうたまらんっていうことなんですけども、どんなところを自分自身も評価されると思われますか。いや、別に、まあ、僕自身はそんなよくわかんないですけど、まあ、よりその相手を生かそうっていうか、まあ、味方を生かそうっていうプレースタイルなんで、まあ、それが、
なんていうかね、評価してくれてるのかなと思います。直接あのブラジル人の歴代の皆さんからここええよって言われたことありますか？いや、特にないですよ。はい、ラフィーニャ選手も一番パス受けやすいって言いますし、あのルーカス選手もね、2選手がいたら絶対クラブとかも優勝できたって言ったんですまあ、先輩は嬉しいんで、まあ、それを続けていけるようにしたいです。しかするファンの皆さんにあのメッセージをお願いいたします。本当これからもまだまだ頑張っていきたいと思うんで、応援よろしくお願いします。いや、応援しますよ、二川選手ね。あの個人的にはゴールとアシストの数が減ってきたって言ってありましたけども、どうでしょう、なんかそのゴールを積極的に狙う姿勢っていうのは増したんちゃうかなと思いますし、そこをね、二川選手が見せてくれるっていうのがね、これはもう素晴らしいね。やっぱりもう皆さん、あのバルさん見ててね、この選手の姿がやっぱとかね、こっちが遠藤選手かなとか思ってたと思うんですけどね、まあ、本当にもう世界各国どっからも狙っていきますからね。二川選手はもうアシストだけじゃなくて、今シーズンみたいに行くときに行くっていう姿勢をね、これからも見せ続けていっていただきたいと思います。そして本人もね、まだまだやれるし疲れてないしフル出場できるって言うてはりましたしね、ぜひあのたくさんのプレーを、輝いたプレーを見たいと思います。二川選手頑張ってください。さあ、そして梶選手ね、梶選手なんですが、今シーズンどのように振り返っているんでしょうか、お聞きください。今シーズンなんですけども、はい、どれだけね、勝ちたい、優勝した気持ちを持ち続けるかが大切だとおっしゃってましたけども、はい、どうでした？そうですね、もう出だしからまあね、大震災やって、もうどうなることやらと思いながらも、ここまでなんとか来て、まあ、遺跡なりまたあって、なんか結構問題じゃないですけど、まあ、いい方向にこう向いてくれたかなという感じがしますね、それが、うん、遺跡だったりっていうところがやっぱり、チームの団結力じゃないですけど、まあ、個々のこうレベルアップをしないといけないというか、見ながらないといけないっていうのが、チームとして良かったんじゃないかなと思う、いい方向に。そのことはするべきだとすると、気持ちの面ではどうでしたか？そうですね、いやー、まあ、トータル的にはやっぱり、まあ、ある程度はできたとは思うんですけど、やっぱここっていう時のね、もう少し欲しいのが欲しいかなというか、ここっていう時の勝負強さというか、気持ちがあれば、もう飛び抜けてもおかしくない、決まっててもおかしくないような試合を落としてるのかなというのは、本当、ありますね。はい、私夏場に苦しんで終盤にグっていうのが、夏場は苦しまなかったのにって感じですね。夏場苦しまなかった分、今度はちょっと優勝 の, そのかかった後の大一番で取りこぼしが、取りこぼしというか、まあね、まあ、ありましたね、やっぱり、うん、あのサポーターの皆さんもこれからもね、梶選手の活躍を応援していきたいですけども、はい、これからの梶選手ではどのようにまた取り組んでいきたいと思ってらっしゃいますか？もうとりあえず、ね、ガンバ大阪のためにというかね、まあ、ここにいる限りやっぱりチャンピオンを多く一つでも取って活躍できるように、まあ、長い年やれるように頑張りたいと思います。梶選手のファンの方でのなんか髪型が長い方が好きって人が多いんですけど。あ、そうなんですか。はい、わかんないし、結構バラバラですよ。でもじゃあなんかノマル坊主も好きですけどもうやりません。もう30そこそこだってノマル坊主やりません。あ、あの18歳だけど風選手オーペンみたい感じです。いやですよ、いや、もうなんか恥ずかしいですね。そうですか、はい、よかったですけど、わかります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで、風選手はノマル坊主には絶対しないということでございましたね。いやね、梶選手のファンの皆さんがよくメールいただくときね、長い感じかっこいいっていただいたんで聞いてみたんですけどね、ほんま私も個人的にリンゴのような真っ赤なほっぺの丸坊主の梶選手忘れないんですけどね、いつの間にかイケメン言われたんで、大人だったんでびっくりしちゃいますよ、もう月日の流れの速さにね。いや、でも梶選手は本当に取ってないタイトルが J リーグチャンピオンだけということで、
そのチャンピオン請負人としてやっぱり2006年明治選手が皆さんともに加入してきたわけなんですよね。だからやっぱりもうどうしてもね、Jリーグチャンピオンに今後なりたいと言ってはりました。まあ皆さんにもお届けしましたら、このメッセージのようにガンバのためにね、一つでも多くチャンピオンになって活躍したい、ね、長くやりたいと言ってはったんでね、本当に体を大切に頑張っていっていただきたいと思いますね。梶選手頑張ってください。さあそれではですね、今年大活躍ね、飛躍を遂げました武井選手のインタビューをお届けしてまいりましょう。武井選手なんですけども、武井選手にはガンバとの出会いですとかね、これからのガンバ、そして新しくね、ご家族を持たれましたのでね、そのあたりを聞いておりますのでお聞きください。練習に来た時に多分見ただけだと思うんですけど、いや、まあはい、そうですね、ガンバ誘われて、まあ本当に自分自身も嬉しかったですし、やっぱり本当に毎週のようにスカウトの方が足運んでくださって、いろんな状況とかいろんな話をしてくださったのも一つだと思うんで、本当にいい出会いだったなと思います。マネージャーさんにね、やっぱりこれからのバンバンを考えた時に武井選手がね引っ張っていくんちゃうかって言ってはったんですけど、本当に私たちからしたら次のバンバン、これからのバンバンって武井選手が引っ張ってくださるのかなっていう感じなんですけど、そうですね、まあそうなれるようにこれからも努力していきたいと思いますし、まあ本当に今は本当にみんなにくっついてってるだけなので、素晴らしい先輩たちがいて、そこにくっついていくので精一杯な自分がいるんで、まあその素晴らしい先輩たちのような風になれるようにこれからもやっていきたいなと思います。結婚された武井選手に関しては、武井選手がちょっと言うとこになるようにレッスンもっとしていかなあかんってされましたけども梶さんよりいい男だとは思いますなんかレッスン2までらしいですよいやよくわかんないですね、梶さんなんかね、いつもなんか自分がいい男だと思ってるんで、はい、まあほっときましょう。でも本当に千葉選手に加入する前のね、はい、茨城の講演会で武井選手が、私その前にインタビューとかさせてもらったんですけど、そこからもう本当にもう会見も何もかもまだもっと成長されてそうですかね、振り返ってどうですか、この生活。ああそうですね、そこまであんまり外見とかよくわかんないですけど、ちょっとまあ若い選手がやっぱユースの選手とかが周り多いんで、自分が老けてるかもしれないなっていう、はい、感じますねどうですか、やっぱりご結婚されて奥さんとか支えて、こうより自分自身を成長していくというか、こう心気と変わってくるんですか。そうですね、やっぱり、はい、まあ、自分自身結婚してからというかすごくこう充実してますし、これからもそうやって、まあ守っていきたいと思いますし、まあ、いろんなところでサポートしてくれるので、そういうところはこうお互いに助け合いながらうまくやっていきたいなと思います。橋本選手は歴代の山崎選手とかに聞いたら、こうなんか親子丼が美味しいとか親子丼が好きっていう奥さんの親子丼が最高っていう方がなんか意外とガンバ多いんですけど、一番のなんかその元気が出るご飯っていうのは奥さんの作ってらっしゃる中でどんなご飯ですか。元気が出るご飯、はい、元気が出る好きなご飯、いや何でも基本的に、はい、美味しいんで、これと言ってはないんですけど、まあお互いの味覚が結構一緒で、はい、いろんなところに行った時にも美味しいと思うものが一緒なんで、はい、それがすごくだから何でも作ってくれるものは美味しいです。はい、でも梶選手のレッスンはいりません。はいこれからも応援してくださるファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、これからも努力してガンバの力になっていきたいと思うんで、これからも応援よろしくお願いします。いや武井選手ね、いろんな面で充実してはるんですね。もう梶選手がもういい男にするためにレッスンしなあかんって言ったんですけど、レッスンはいいですって言ってましたね。自分の方がいい男だと思ってるところが梶さんごまるって言ってありましたけどね
面白いですね、あの二人はね、本当にね、はい、本当にいい奥様に支えられてね、そして充実した1年間を送った武井選手、本当に来シーズンもどのようにまた成長していくのか楽しみですよね。もう本当にプロになってめっちゃ上手くなったって周りの人がみんな言ってはったんですけど、努力家ですし好青年ですしね、本当に願望させていっていただきたいと思います。外見ね、ご自分ではそんなに変わりましたかって言ってはったんですけど、そりゃ最初あれですよ、茨城講演会でまだ加入発表前の、武井選手と高大選手とで淳選手と寺田選手と来てくれたんですけど、もうね、武井選手あれですよ、亀梨くん張りのブーツの中にね、こうちゃんとこうズボンちゃうジーンズ入れて、ほんでこうちょっとこうニュアンスのあるこうプリックリックリッとしたちょっぴり挑発でめっちゃかっこよかって、でなんか司会の本並さんがめっちゃかっこええなというふうにもう見ながら言わはったら、こう慌ててその横をチラッと見た淳君がいきなりこうブーツの中にこうジーンズを入れ出したというあ入れない入れないとかいうんでこう突っ込まれたはってね、まあ、それぐらいめちゃめちゃファッションすごかったんですよ。でしばらくこう練習場にもキミキミやったんですけど、だんだんガンバの選手の皆さんたちになってこうみんなジャージーみたいなこう楽な感じでね、練習場に来るときにおしゃれしても仕方ないんでみたいなことを言いつついい感じになって感じましたけどね、まあ、日頃お買い物も好きということでおしゃれなんでしょうけどね、まあ、本当にまあなんていうそうより正解になった武井選手、来シーズンも活躍を期待したいと思います。さあそしてですね、皆さんメールありがとうございます。まずはマリテルさんありがとうございます。昨日決勝戦で行われた、高円宮杯でこれ12月18日にいただいてるんですけれども、サンフレッチェユースが栄冠を手にしましたが、10番藤井選手は茨城市出身です。昨日もコーナーキックから2点目をゲットしていました。なんと息子さんの中学時代のチームメイトだったということで、ドキドキしながら応援していました。去年も優勝していたので連敗のプレッシャーがあったかもしれませんが、昨年のサブ的位置からチームの中心になった藤井くんの活躍に感動してしまいました。感激してしまいました。これからまだまだ飛躍してくれることをさらに期待しています。ガンバユースも頑張ってほしいですねと、メールをいただいております。マリテルさんありがとうございます。ほんまですよ、ガンバユースも頑張ってほしいですよね。今日はねまたセレッソとね名古屋のユースの、決勝があるということなんですけれどもね。いやでもね、サンフレッチェもねすごい好きなチームなんで、もうマリテルさんの息子さんの友達のこの藤井選手が活躍する姿見るのも嬉しいですね。まあ進路はちょっとねわからないんですけれども、うん、楽しみです。ちょっと藤井選手私は注目していきたいと思います。さあそしてアリピーさんから12月19日にいただきました。竹島さんこんにちは。宮本選手が引退されましたね。今パソコンで宮本選手のブログが更新されていました。内容はこの通りです。ピッチに別れを告げる時が来ました。2011シーズンをもって現役を引退します。17年間のプロ生活では多くの人に支えられながら充実した日々を送ることができました。本当にありがとうございました。今後はサッカーに関わりながら次のステージを目指し歩んでいきます。どうか変わらぬサポートをよろしくお願いします。宮本常康で直筆で載ってましたよとアリピーさんがいただきましたね。本当にね、この日が来たかといった感じでしたね。番組の最初の方でも言いましたけれども、12月18日に番組が終わってクラブワールドカップの取材に向かう新幹線に乗ってすぐリリースが来まして、で明日会見があると、内容の確認は明日までお控えくださいというメールが来ました。で多分もうね、移籍ではなくこれは引退かなっていうふうに思ったんですけどもね、トヨタカップの取材会場でもね、いろんな記者さんがどう思いますとかね、移籍かどっちでしょうかねっていう話をしたかったんですけどね、もうその今からこうメッシとかね、まあ、柏の頑張りを見るんだけれども、もうなんかちょっと頭の片隅でそう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 してね、もうこれは絶対神戸に明日行かなあかんとね、もう今日ホテル帰ってもう何時に起きようかなとかねそんな考えてました。でも朝早く神戸の方に移動しまして、まあ、その時もなんかこういろんなね、こう今までの宮本選手の会見ね、そのオールスターに初めて選ばれた時の会見ですとか、まあガンバからザルツブルクに
移籍するときの背景は、なんとそのガンバの、ガンバでと、それからホテルでと2回行われたんですよ。もうあのガンバで最後っていうのと、新しくあのザルツブルクのユニフォームを着た、2回行ったんですけど、その会見ですとか、またヴィッセルに、ね、戻ってきてくれた会見とか、もう今まで取材したこといろんなことを思い浮かべながら行きました。で、まあ、直前にもういよいよ引退の会見やっていうことがこう報道陣の方分かりだしてですね、まあ、その会見に臨んだわけなんですけども、まあね、私も前から3番目の中央の席にいまして、で絶対これは質問しなあかんと思ったんですけども、こう、まあ、なんとなくもう涙腺緩んでくる感じたんですけどね。もうちょうどの宮本選手があの海外に移籍するときに、サッカーダイジェストの編集長が来てはったんですけど、その人もこう長年宮本選手の取材してはったんでね、あかんあかん、これもう絶対質問なんかできへん、質問したら泣いてまうもんって言ってはったのに、一番手挙げてはったのもね思い出したんですよ。これも泣いたらあかん、なんとか絶対質問しなあかんと思ってね、臨みました。ね、宮本選手に対するもう本当にあのこう何て言うんですかね、それぞれの思いを込めて質問されたんですけども、私もですね、質問をさせていただきました。やっぱり宮本選手を通してねサッカーを好きになったという皆さんが本当に多いということ で、その皆さんへのメッセージと、それから宮本選手はいつも常々あの子供さんのことを大事に考えてこられたんですけども、これからのその新しい宮本選手の生き様を見てね、またあの夢を大きく持つお子さんも多いと思います、でその皆さんにメッセージをお願いしますというふうに言いました。そしたらまああのヴィッセルのね、ホームページなんかも載ってますけれども、あの2002年にマスクをつく時の俺の姿を見てね、これ誰なんだということでね、サッカーにのめり込んでくれた方も多いと思います。でもそのように自分が振り返りになってサッカーに興味を持ってもらってね、サッカーだけじゃなくって、まあ、あの J リーグや日本代表やサッカーを好きになってもらえたらいいと思って自分も頑張ってきたと。で自分がもらったファンレターの中にもね、そういったね自分を通してサッカーを好きになったっていう方の内容がすごく多かったと。それは一つ自分の役割を果たしてきたと思いますというふうに語ってくれました。で、私もねその聞きながらですね、もうなんかこうなんか涙がこぼれてしまって、宮本選手がせっかく答えてくれてんのにちょっとこうパラパラって来たんで、あーかーかーと思ってこうノート見ながら宮本選手の顔見ることなくこう書いたんですけど、そしたら宮本選手がこれはお別れじゃないんでみたいな感じをファンの皆さんに言ってくれてはったんで、まあ、それはほんまにみんなに言ってくれてるんやなと思いました。で子供たちにもねお父さんやお母さんの話をしっかり聞いて、自分がその時々目の前にしたことに 100% 集中してほしいと。でたくさんの可能性を持った子供たちに、たくさんの可能性をこれからもね持っていって、ね、頑張ってほしいというメッセージをいただきました。でまあ他の記者の皆さんからはね、17年間の一番の思い出とかね、監督それぞれのこう指導を受けた監督のね思い出とかも質問飛んでましたね。本当に宮本選手がですね、その海外に今度自分の進路を見せたって聞いた時に、一回その帰国した時に若手のその寺田選手とか木村敦選手とか下平選手の前で言うたはったのを聞いたことあるんですけど、もう自分の今のその環境のね周りにはね、もう19とか18とか、もうもっともっとこうお前らより若い選手がどんどん世界を渡ってると、いろんな世界を見てる、移籍もしてると、もっとお前らも世界を見るべきやし、なんかそういう環境があるっていうことを知ってほしいっていうふうに言ってはったんですよ。ですから、まあ、その宮本選手の思いがこの日本のみならずね、そのヨーロッパにというふうにね目を向いたのかなとすごく思いました。最後自分がねその日本だけじゃなくってヨーロッパでも指導できるという資格を取るっていうところが本当に宮本選手らしいなと思いました。いや本当にね、なんかもうなんでしょう、宮本選手の名も売れたんですけど、こう各記者の皆さんもすごいねもうちょっと来ましたねっていう風に言ってはりました。で私も後でなんかちょっとすいませんでしたねとか言ってね、泣いちゃってすいませんでしたねみたいなことを言ったんですけど、もう涙はちょっと見えましたけど嬉しかったですよと優しく言ってくれはりましたよね。で会見の時にちょっとこう現れて、これは誰も質問が飛ばなかったんですけど、びっくりしたのがこのブルーのネクタイでね会見臨まはったんで、おっとと思って、俺はひょっとしてとみんなにすごい期待が集まったんですけど、そのブルーはっ
と思ったんですけどね。まあ、残念ながらすぐにガンバはっていうことはなかったんですけど、まあいろんなところにね、将来、日刊スポーツにも20日付の新聞で、将来ガンバ大阪、神戸、大森監督も、えらい広く書かれてますけどね、本当にこれからどんな人生を歩まれるのか楽しみです。そして ありがたいことに、各社、スポーツ紙を代表してこう花束をね、大きな花束を用意したんですけども、スポニチの宮沢さんっていう、それ もうほんまにこう主力でずっとガンバの記事を書いてきてくださった宮沢さんが関西にね、ずっと名古屋行ってはったんですけど戻ってこられて、竹島さん、花束渡してもらえないですかって言ってもらえて、もう代表してね、花束を渡すことができました。でも宮本くんがすごいこうニコッと笑って、受け取ろうとしはったんですけど、あーかんかんかん、俺がこっちが出てくるわっていう風にね、最初私がこう舞台を見て左から、じゃ右側から渡すって言ったんですけど、宮本選手がこれはもう俺が右から出てこなあかんかっていう感じで、一話でちゃんとこう交代してこう渡したっていうのもありました。やっぱそこら辺もこうなんですか、うるっとするところでも自己プロデュースを忘れない宮本選手もさすがやなと思いましたよ、ね、で私もこうあまりのフラッシュにちょっともう離れようと思って、こうシュッと渡してスッとこうもうシュッと下がって、宮本選手の、ね、こうワンショットになるように下がったんですけど、産経新聞の、12月20日の朝刊にこう私が渡したところバーンと押してもらったカラーで、もううわーと思って、こう解説者のね、一緒にお仕事してる方からお前が産経新聞に載ってろってこうメールが来たんで、何事かと思ってちょうどご外出したんでこう駅に行ったんですけどね、ああ記念になるなと思って買わせていただきました。産経新聞じゃないですか、本当にありがとうございました。ということでね、これからの本当に今までのサッカー選手とは違う人生をこれから宮本選手歩むわけなんですけどもね、9月に留学ということで、イングランド行って、イタリア行って、スイス行ってましたよ。すごいですね。またそんな頑張りをね、私たちも応援していきたいと思いますね。さあ、それからですね、スポーツオーソリティ流阪急山田店さんもですね、年末に向けていろんなセールを開催中でございますね。いろんなアイテム揃っている上に、歳末クリアランスセールも行われているということです。冬用のスポーツエヴァスキー、ね、2011年モデルが続々入荷しております。スキーの他にも雪山遊びに合った便利なアイテム、それから寒い冬を乗り切るためのあったかグッズも各種ご用意していらっしゃるということなので、ね、ぜひ皆さん足を運んでください。私もね、サンタさんに頼むクリスマスプレゼントをね、流阪急村店さんに伺ったんで、スポーツオーソリティに行きましたんでね、ちょっと斉藤店長とお話したんですけども、監督人事どうなるんでしょうねとかね、今野選手がどうなるんでしょうねとかね、いろいろ話が弾みました。まあ、本当に来年のガンバもまだちょっとね、どうなるのか各報道で知るしかないのでどうなるか分かりませんけど、発表がありましたら私たちガンバ取材員で皆さんにお届けしたいと思いますので、また来年の1月8日の、ね、ガンバコーナーもどうぞお楽しみに。